皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのりょうです。今回は堀江明義先生、そして石村智美先生の血流ゼロトレを解説していきます。皆さんの中に肩こりや便秘に悩まれているという方いらっしゃいませんでしょうか。あるいは最近不安に思うことが多く気分が落ち込みがちになっているという方はいらっしゃらないでしょうか。そんなあなたの心身の不調はもしかすると血流の悪化が全ての原因であるかもしれません。本日はそんな悪化した血流を改善するためにうってつけの本を持ってまいりました。血流は近年健康の正体として注目され、若返るためには血流の改善は必須とまで言われています。ぜひ本書と本日の動画で皆さんの血流を良好に保つ方法を学び、若々しく元気にこの現代を生き抜いていきましょう。さてそんな健康法が詰まった本書の中から本日ご紹介いたします内容は以下の3つです。第1章、ポッコリお腹は血流のせい、血流が悪い人の3つの特徴。第2章、夜の営みで血流改善、超簡単な最高の血流改善エクササイズ3選。第3章、メンタルぶっ壊れます、血流の悪化が及ぼす3つのやばすぎる悪影響。本書の著者の一人である堀江明義先生は東洋医学に造詣の深い漢方の専門家であられます。そんな堀江先生は、心と体は一つであり、血流を改善することで体の不調のみならずメンタルまでもが改善され、前向きに生きることができるようになるというんです。実際私も本書で紹介されています血流改善エクササイズを取り入れることで、長年悩まされていた肩こりが見違えるように良くなり、とても驚きました。ぜひこの動画を最後までよーく見て、この感動を一緒に味わっていただけたらと思います。それでは早速参りましょう。第1章、ポッコリお腹は血流のせい、血流が悪い人の3つの特徴。いきなりですが問題です。猿と人間の歩き方の違いを思い浮かべてみてください。猿はどんな姿勢で歩いているか説明できますか？イメージできましたでしょうか？正解の例ですが、人間と比べて猿というのは顔が前に突き出て首が傾斜している、巻き肩になっている、猫背でお腹に力が入っていない、足の付け根が曲がって腰が後方に抜けている、膝が曲がってしまっているといった特徴があるんですね。このような姿勢は猿姿勢なんて言ったりします。なぜここで急に猿の話を始めたかというと、私たち現代人は今このような猿姿勢にどん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 近づいていっているということが分かっているからなんです。まあ猿姿勢に近づいていても、別に健康上何の問題もなければ多少見栄えが悪くなる程度で済むんですが、実は健康にも大きな悪影響を及ぼすことが知られているんです。このなんてことない猿姿勢には、なんと私たちの体の血流を悪くし老化を促進してしまう3大原因が潜んでいるんです。その3大原因とは、胃腸が本来の位置から下がっている、知らないうちに呼吸が浅くなっている、ふくらはぎの筋力が低下しているの3つです。皆さんの中に猫背でお腹に力が入らず胃腸が下がってしまっている方はいらっしゃいませんでしょうか？あるいはスマホの画面を見すぎて首が前に傾き気道が圧迫され呼吸が浅くなっている方はいらっしゃいませんでしょうか？さらには若い頃に比べて歩いたり運動したりする習慣が少なくなり、ふくらはぎの筋力が低下してしまっている方もいらっしゃるかもしれません。血流が悪く肩こりや腰痛に悩まされている方の多くは、実はこれら3つの特徴のいずれかをお持ちであることが多いんです。そしてこの3つの特徴の全てを引き起こしてしまうのが猿姿勢なんですね。恐ろしいですよね。それではまずこれら3つの特徴がなぜ血流に悪影響を及ぼすのかについて詳しく見ていきましょう。血流が悪い人の特徴その1、胃腸が本来の位置から下がっている。私たち人間は他の動物と違い直立の姿勢をとることが多い生き物です。長時間にわたって直立の姿勢を続けると、重力によって内臓は本来のポジションからどんどん下に下がっていきます。この状態を内臓下垂と言います。
適材適所という言葉がある通り、内臓もまた正しい位置にあるときに最も正常に機能します。逆に内臓が下がって内臓下垂になってしまうと、体に様々な不調が出てきてしまうんです。その代表例があなたのそのぽっこりお腹です。胃や腸などの食べ物の消化に関わる器官のことを消化管と言いますが、私たち人間の消化管はなんと全長9メートルもの長さがあると言われています。9メートルのホースがお腹の中に入っていて、それがすべて重力によって下の方に溜まってしまった状態を想像してみてください。このように考えれば、内臓下垂がぽっこりお腹の原因であることは誰でも簡単に想像できますよね。どんなにダイエットを頑張ってもなかなかお腹だけは引っ込まないんだよなという人は、もしかするとこの内臓下垂が原因なのかもしれません。そして内臓下垂がもたらす悪影響で最も深刻なものが血流の低下です。私たちの胃腸は日々食べ物の消化に努めていますが、そのような消化機能が正常に機能するためには血液が必要不可欠です。私たちはよくお昼ご飯を食べると眠たくなりますが、それは血糖値の変化に加え、血液が胃に集中し脳に行く血流が低下するためであるとも言われています。このような例からも、消化管にとっては潤沢な血流が非常に大切であることがお分かりいただけると思います。しかし内臓下垂になって胃腸が下の方に溜まってしまうとどうなるでしょうか。腸がねじれたホースのように折り重なる。するとそこで血流が滞ってしまいますよね。それによって消化機能が低下して胃腸が弱くなってしまうんです。いや、非常に恐ろしいですよね。また胃腸の機能が落ちてしまうと熱産生が低下することも知られています。私たち人間はどんなに寒い場所に行っても36度程度の熱を維持することができます。ですがそのような熱を生み出すのは実は8割ぐらいが内臓なんですね。ですから大きな臓器である腸の機能が下がれば、当然熱を生み出しにくくなってしまって、それによってお腹が冷えてしまうんです。冷えた内臓はさらに血流が低下してしまいますので、内臓下垂では血流悪化の悪循環に陥ってしまいがちです。姿勢が悪く、お腹がぽっこりとしている、ただそれだけでこんなにも恐ろしい悪循環に陥ってしまうんです。では胃腸の血流が滞ってしまうと、具体的にはどのような不調が出てくるのでしょうか。まず胃の機能が下がることで食べたものをしっかり消化できなくなり、ひどい場合は逆流性食道炎となって胃酸が逆流して胸焼けを起こすようになります。一方、腸が下がることによって出てくる不調の代表例は便秘です。腸の機能が落ちるということは、蠕動運動がしっかりできないということですから、うんちを出す力が弱まってしまって便秘になってしまうんです。便秘が続くと便の毒素が腸管から体に吸収されてしまいます。これによって血液が毒素まみれになって冷え性になりやすくなることが知られているんです。そうなるとますます体が冷え、血流悪化の悪循環に陥ってしまいます。さらに女性の場合はさらに深刻です。放っておくと胃腸だけでなく子宮も下がってきてしまうんです。子宮は非常に大きな臓器ですから、子宮が下がればそれを受け止める骨盤も歪んでいきます。これによってお腹が出るのみならず、お尻が下がって太ももも太くなってしまうんです。ほんと散々ですよね。後ほど改善方法をご紹介いたしますので、ぜひ特に女性の方は胃腸を正常な位置に直すということを意識していただきたいと思います。血流が悪い人の特徴その2、知らないうちに呼吸が浅くなっている。続いては呼吸です。皆さんは呼吸は空気の流れにだけ関係しているとお思いではないでしょうか。実は呼吸は二酸化炭素を排出して酸素を取り入れるという機能のみならず、全身の血流を肺に戻すという非常に重要な役割を担っているんです。つまり呼吸が深くできているかどうかで血の巡りが変わってくるんです。私たち現代人は様々なシーンで呼吸が浅くなることが知られています。例えばパソコンのキーボードを打っているとき、あるいはスマホで LINE の返信をしているとき、息が止まってしまっている人が多いことが様々な研究で分かっているんです。この動画を見ながら呼吸が止まってしまっている人はいませんでしょうか。確認してみてください。
意外と多くの人が止まってしまっているんじゃないかなと思います。意識を集中したりストレスのかかる環境では自分では気がつかないうちに息が止まってしまう人が多いんですね。ヨガをやっていらっしゃる方はご存知かもしれませんが、呼吸は吸うよりも吐く方が大事だと言われています。これは呼吸が浅いという状態はほとんどの場合吐くことができていないことが原因だからです。呼吸が止まってしまっていた人はここで一度ふーっと息を吐いてみましょう。私たちの肺はデフォルトでは陰圧に保たれています。陰圧というのは掃除機のように空気を吸い込む性質のことです。つまり肺は放っておけば空気を吸い込むようにできているんです。すごい仕組みですよね。一方で息を吐くためには横隔膜を使う必要があります。横隔膜は筋肉の一つですから、意識しないと筋肉が息を吐くのをサボってしまってどん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 呼吸が浅くなってしまうんです。逆に言えば意識して深く息を吐き切ることでその後自然に深く吸えるようにもなります。呼吸を深くすれば呼吸の回数も少なくなり、副交感神経が優位になって体がリラックスします。体がリラックスすれば全身のこわばりが取れ、血流が改善していきます。しかも意識的な呼吸にはお腹の筋肉を使うためダイエット効果も大きいんです。嬉しいですよね。血流が悪い人の特徴その3、ふくらはぎの筋力が低下している。血流を妨げる要因の3つ目はふくらはぎのポンプが機能していないということです。皆さんはふくらはぎは第2の心臓であるという言葉を聞いたことがあるでしょうか。心臓はポンプのように血液を全身に送り込む働きをしていますが、立った姿勢では心臓は体のだいぶ上の方にあり、それよりもずっと下にある足先まで血液を送り届けることは困難なんです。さらに心臓には血液を送り出す他に体中の血液を吸い上げるという機能もありますが、同様の理由からなかなか足先の血液までを吸い上げることは難しいんです。そのような時に役に立つのが第二の心臓と呼ばれるふくらはぎの筋肉なんです。運動をして収縮するとき、筋肉は近くにある血管を揉んで、これによって血管の中に滞っていた血液が流れ出します。歩いたりつま先立ちをしてふくらはぎの筋肉を使うと、心臓のポンプ機能が届かなかった足先の血液が上方に押し上げられ、滞っていた血流が改善していくんです。ですがふくらはぎの筋肉が弱ってしまっていたり、弾力性が失われていたりすると、このようなポンプ機能がうまく働きません。そのためあまり歩かない人や運動不足の人は足が冷えたりむくんだりしてしまうんです。また最近ではふくらはぎは第2の膀胱と呼ばれることもあります。足の血流が滞ると血管内に血液が鬱滞し、ふくらはぎにどん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 水が溜まっていきます。この状態で寝床につくとどうなるでしょうか。横になることで重力によってふくらはぎに溜まっていた水が上半身に流れていきます。そしてこの水がおしっこに変わって外に出ようとして、夜間頻尿の原因になってしまうんですね。もし今夜間頻尿で困っている人がいましたら、あくまで原因の一つに過ぎませんが、ふくらはぎを上手に使えていないんじゃないかなということを確認してみるといいかもしれません。さあ、ここまで血流を悪くする3大原因をご紹介してきました。血流が悪くて肩こりや冷え症に悩まされているという方は、きっとこれら3つのどれかに当てはまっていたはずです。ですがご安心ください。これからご紹介する血流改善エクササイズを行えば、内臓を正常な位置に戻し、呼吸を整え、ふくらはぎを鍛えて血流を改善することができるはずです。そうなればあなたの体の調子は見違えるほど良くなること間違いなしです。具体的なエクササイズ法の内容をご紹介する前に、ここで一旦第一章をまとめておきましょう。ポイント1、重力によって胃腸や子宮が本来の位置よりも下がると、消化管の血流が滞り、便秘や冷え、ぽっこりお腹などの原因となる。ポイント2、呼吸は全身の血液を肺に戻す役割があるため、パソコン仕事やスマホの見過ぎによって呼吸が浅くなると血流が滞り、肩こりや腰痛を引き起こす。ポイント3、運動不足などによりふくらはぎの筋力が衰えると、足から心臓に血液が戻りにくくなり、鬱滞した血液によって冷えやむくみ、夜間頻尿になる。第2章、夜の営みで血流改善。
超簡単な最高の血流改善エクササイズ3選。第1章では血流悪化の意外な原因と血流が悪い人の3つの特徴についてご紹介いたしました。続く本章では滞ってしまった血流を改善するための具体的なメソッドについて要約してまいりたいと思います。どれも非常にお手軽にできるエクササイズばかりですので、ぜひ最後まで見てご自身でも試してみてください。本書の著者の一人である堀江明義先生は、出雲大社の参道で約100年も続く老舗漢方薬局の4代目であられます。そんな堀江先生は、漢方における血流とは血液だけでなく栄養やホルモン、エネルギーなど全てを含んだ概念であると説明しています。私たち人間にとって血流はそれぐらい大切なものなんです。人間の体にはおよそ37兆個の細胞があると言われており、これら細胞の一つ一つに酸素を届けるものこそ血液に他なりません。また血流は脳やホルモンの働きを支えることで心の活動にも影響を及ぼしています。つまり血流が悪くなると細胞にしっかり酸素を届けることができなくなるばかりでなく、心の栄養も奪われてしまうんです。さらに血流の悪化によって代謝が落ちて肥満につながることもよく知られていますよね。逆に言えば、血流が良くなれば細胞たちにしっかり酸素が届き、心の元気を取り戻して肥満でお悩みの方はシェイプアップまでまとめてできてしまうというわけです。血流こそが体の不調のすべてを解決してくれると言っても過言ではないでしょう。それでは実際にどのような方法で血流を改善すればいいのか、ここからは本書で紹介されている血流改善エクササイズの中から私が実際に実践してみて効果を実感したものをピックアップしてご紹介したいと思います。これからご紹介するのは、通勤中にできる超簡単な血流スイッチ、勢力旺盛な人に朗報、ズバリセックスする、最高に気持ちいい血液ジュワートレーニングの3つです。ちなみに、みなぎる男性の方には残念ですが、セックスによって血流が改善されるのは女性限定ですので、あらかじめご了承くださいませ。非常に残念です。しかし、まあ気を取り直して、それでは一つ一つ解説していきましょう。最高の血流改善エクササイズ1、血流スイッチ。まず一つ目は血流スイッチです。本書では血流低下の3大原因として、胃腸の位置が下がってしまうこと、呼吸が浅くなってしまうこと、ふくらはぎが衰えてポンプ機能が落ちてしまうことの3点が挙げられています。実はこれら3つを一挙に解決できるのが、これからご紹介する血流スイッチなんです。血流スイッチは一言で言うと、首の後ろを伸ばすエクササイズです。ではなぜ首の後ろを伸ばすことが血流改善につながるのでしょうか。一見すると首は内臓や呼吸、ふくらはぎには全く関係がないように思えますよね。ですが実は関係大ありなんです。どんな関係があるのかをご説明する前に、ひとまず血流スイッチの具体的な方法について説明してしまいましょう。1、まずは落ち着ける場所にゆったり座りましょう。2、鼻から3秒かけて息を吸いながら顎を上げます。3、そしてここからがポイントです。ご自分の耳を歯車の中心であると想像して、それを回転させるイメージで口から7秒かけてはーっと息を吐きながら頭を前方に傾けていってください。この時ただ顎を引くのではなく、頭を回転させるイメージで首の後ろ側を伸ばすようにします。血流スイッチはこれで終わりです。たったこれだけなんと拍子抜けされた方もいらっしゃるかもしれません。ですがこれが非常に重要なスイッチなんです。ほんの1分ほどで終わりますので、ちょっとこの動画を停止して一度試してみてください。いかがでしょうか。首筋を伸ばすだけでお腹に勝手に力が入って肛門が締まり、背中がスッと立った感じがしませんか。女性であれば膣が締まる感覚もあるはずです。そして何より気分爽快で気持ちがいいでしょう。血流スイッチの素晴らしさを実感していただけたところで、このエクササイズの秘密のメカニズムについて軽くご説明しておきましょう。血流スイッチではお腹、骨盤底筋群、背中、この3箇所を鍛えることができます。
今実際にエクササイズをやってみた方なら、確かにこの3つの部分に効くなぁと実感されたはずです。首の後ろ側は背骨や筋肉、腱などを通じて骨盤底筋群とつながっており、ここを伸ばすことで骨盤底筋群も引き上げられます。さらに骨盤底筋群に力を入れると、共同収縮という筋肉の原理によってお腹が引き締まるんです。お腹に力を入れることは、内臓のストッパーである腹筋群を収縮させることに他なりません。これがいわゆる体幹と言われる部分です。体幹を鍛えることで内臓を上げ元の位置に戻し、姿勢が良くなってぽっこりお腹が改善できるんです。さらに骨盤底筋群を鍛えることで、女性の場合では胃腸のみならず子宮の位置を戻すこともできます。子宮が下の方に下がってしまうと、その重みで骨盤が歪んでしまうんでしたよね。これを改善することでお尻のシェイプアップも期待できるんです。そして首の後ろを伸ばして背中が引き上げられることで猫背が改善します。背中が丸まると最大の呼吸筋である横隔膜が圧迫され、呼吸が浅くなってしまいます。呼吸は血液を肺に戻す働きがありますから、呼吸が浅くなることで血流が滞ってしまいますよね。これが肩こりや腰痛の原因となっているんです。また猫背で腰が後方に抜けるとバランスを取ろうとして膝が曲がってしまいます。これによって第二の心臓と呼ばれるふくらはぎがうまく使えず、足の血流が滞ってしまうんです。逆に血流スイッチによって猫背が改善することで、呼吸が深くなり、ふくらはぎの筋肉が収縮して血流が改善していきます。道具なしでどこでも簡単にできるエクササイズですから、普段の皆さんのエクササイズメニューに取り入れてみてはいかがでしょうか。最高の血流改善エクササイズその2、ズバリセックスする。次にご紹介する方法は女性限定です。ちょっと驚かれるかもしれませんが、その方法とはズバリセックスをすることです。はっきもーと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、決してふざけているわけではありません。セックスが血流を改善するのにはちゃんとした科学的根拠があるんです。女性の方であればご存知の通り、セックスには非常に多くの筋肉を使いますよね。特にセックス中には骨盤底筋群という骨盤を支える筋肉が大活躍します。さらにセックス中の女性では、オルガズムを感じている最中に子宮頸部が動くことが知られています。また子宮に精子が溜まると、子宮の平滑筋が収縮して精子を奥に奥に引き込もうとする力が働くことも分かっているんです。これらの働きはすべてお腹周りの筋肉によって行われます。つまりセックスをすれば骨盤底筋群が鍛えられるのみならず、体幹や子宮の動きまで良くなるというわけです。骨盤底筋群を鍛えると尿漏れが改善することは有名ですが、セックスによって骨盤周りの他の筋肉も一緒に鍛えることで血流が良くなり、子宮周りの不調や生理痛が軽くなるという場合もあるんです。骨盤内の血流が良くなるということは、当然子宮や卵巣の血流も良くなるということです。ですからセックスは妊活にも効果的なんです。いやはやめちゃくちゃ素晴らしい効果ばかりですよね。ちなみに男性の場合、骨盤底筋群は肛門をキュッと締めることで鍛えることができます。男性の方はパートナーの方の血流改善のために、ぜひ毎晩毎夜夜の営みに励んでいただきたいと思います。最高の血流改善エクササイズその3、血流ジュワートレーニング。最後にご紹介するのはその名も血流ジュワートレーニングです。このトレーニングでは、縮んだ体をぐっと伸ばすことで全身に血流がジュワーっと充満します。実際に私もやってみましたが、とにかく気持ちがよく爽快感が得られるというのが特徴です。最高に気持ちいいですよ。まずは具体的なやり方を解説していきましょう。1、はじめに丸めたタオルを床に置き、タオルの先にお尻を乗せてゆっくり仰向けになります。2、お尻の横に手のひらを下向きにしておいたら、両腕をゆっくりと上げていきます。3、両腕を伸ばしきったら、そのまま背中を伸ばします。4、背中が十分伸びたら、両腕をゆっくり床に滑らせて横に開いていきましょう。この時に胸が開かれていくのをイメージするのがポイントです。5、両腕がお尻の位置に戻ったら、これを3回繰り返しましょう。いかがでしょうか。やってみるとわかりますが、とっても気持ちがいいんです。
このトレーニングのポイントはとにかくリラックスして行うことです。またタオルを敷く位置はお尻から腰の上部にかけてで、首や肩をしっかり床につけて行いましょう。仰向けになる際は首や肩に力を入れないように顎を引くようにしましょう。顎を引くことで先ほどの血流スイッチの効果を同時に得ることもできます。さらに呼吸の仕方も重要です。トレーニング中の呼吸は3秒吸って7秒吐くようにします。そして吐くときにふーっと吐くのではなく、はーっと吐くようにしましょう。なぜならふーっと吐いてしまうと無意識に首に力が入ってしまうからです。試してみるとわかりますが、はーっと吐くと自然に首の力が抜けていきます。いかがでしょうか。ちなみにこれら3つのエクササイズは朝行うのがおすすめです。東洋医学においては朝は内臓の時間とされており、胃腸の位置の改善という観点からはエクササイズは午前中に行うのがいいでしょう。エクササイズ前にお腹を温める薬膳茶などを飲むとさらに効果的です。著者の堀江先生によれば、薬膳茶の代わりに良質な鶏肉を使ったチキンスープもいいとおっしゃいます。特に冷え性の方はぜひぜひ試してみてください。さあそれでは第2章をまとめておきましょう。ポイント1、首の後ろ側を伸ばす血流スイッチを行うことで背中や骨盤底筋群が引き上げられ、姿勢が良くなって血流が改善する。ポイント2、女性の場合セックスをすることで骨盤底筋群を含めたお腹周りの筋肉が収縮し、子宮周辺の不調や生理痛が軽くなるほか、卵巣の血流が改善することで妊活にも効果がある。ポイント3、血流ジュワートレーニングでは全身を伸ばすことで体の隅々まで血が流れ、素晴らしい爽快感を得ることができる。第3章、メンタルぶっ壊れます。血流の悪化が及ぼす3つのヤバすぎる悪影響。ここまでで血流の悪化が私たちの体に及ぼす悪影響の数々とその具体的な改善法をお伝えしてきました。ですが血流の悪化が及ぼす悪影響は体に対してだけではありません。私たちの大事な大事なメンタルもまた血流の影響を大きく受けるんです。血流の悪化が私たちのメンタルに及ぼす悪影響としては、些細なことでも不安でたまらなくなる、ストレスの悪循環から抜け出せなくなる、心がズタボロになって動かなくなってしまうなどがあります。どれもあなたの人生に直接悪影響を及ぼしてしまうものばかりです。本章ではこれらの原因についてご説明するとともに、その具体的な対処法についてもお伝えしたいと思います。血流の悪化が及ぼす悪影響その1、些細なことでも不安でたまらなくなる。本書によれば、そもそも女性の方は不安になりやすい生き物であると言います。女性が不安になりやすい理由は2つあって、1つは脳の構造の違いです。私たち人間は不安を感じると脳から CRH というホルモンが出ます。そして男性よりも女性の方がこのホルモンへの感受性が強く、ストレスを感じやすいと言われているんです。これは多くの哺乳動物ではメスが赤ちゃんを産み育てるため、外敵に襲われるリスクを避けるために長い年月をかけて女性が進化した結果であると考えられています。このような脳の構造については残念ですがどうすることもできません。では女性の皆さんは決して不安から逃れることはできないのかというと、そんなことはないんです。きちんとその不安を解消する方法はありますが、その前に脳の構造の他にもう一つ、女性が男性に比べて不安になりやすい大きな原因がありますので、そちらを見ておきましょう。その原因とは貧血なんですね。女性は月に一度生理があって、その時に大量の血を失います。生理によって貧血になると鉄分が足りなくなります。鉄分が血の主な材料であることは皆さんもご存知のことと思います。ですが鉄の役割というのは血を作り出すだけではありません。鉄分は幸せホルモンとも言われるセロトニンを作り出すための必要不可欠な物質なんです。つまり女性の場合、生理によって貧血となってしまうと鉄分が不足することで幸せホルモンが少なくなってしまうんです。幸せホルモンが少なければ不安感が強くなるのは当然のことと言えます。逆に言えば女性の場合、血流を良くして貧血を改善することで幸せホルモンが産生され、不安を和らげることができるんです。つまり女性の不安解消の策は血流にありということです。
不安を感じるのはあなた自身のせいではありません。あくまでそれは血流不足のせいなんです。血流の悪化が及ぼす悪影響その2、ストレスの悪循環から抜け出せなくなる。血流の悪化がメンタルに及ぼす悪影響の2つ目は、いらないストレスを溜め込んでしまいがちになるということです。本書の著者である堀江先生は、ストレスには2種類あると言います。一つは、自分が達成したいことのために降りかかる試練を克服しようとするときに感じるストレスです。堀江先生はこれを必要なストレスと名付けています。例えば、何か夢や目標を達成しようとするとき、それに向けて努力するためには自分自身を奮い立たせるためのストレスが不可欠です。もう一つのストレスは、いらないストレスです。いらないストレスとは、例えばあまり好きではない人と付き合わなきゃいけないとか、行きたくない会食に行くとか、そういった自分がやりたくないことによって生じるストレスのことです。人はやりたくないことを我慢してやらされているときに強いストレスを感じるようにできています。そしてこのようないらないストレスが積み重なることで、ストレスが雪だるまのように巨大化してしまうんです。特に女性の場合、献身的な人が多く、自分自身を後回しにして他人の都合を優先、ストレスを溜め込んでしまう傾向にあります。ストレスが溜まると自然と体が緊張するようになり、常に肩や首に力が入って血流が悪くなってしまいます。血流が悪くなれば、いよいよ肩が凝り、さらにストレスが溜まるという悪循環に陥ってしまうんです。血流の悪化が及ぼす悪影響その3、心がズタボロになって動かなくなってしまう。そしてこのような血流の悪化とストレスが溜まりに溜まって、いつしか心が壊れてしまうことがあります。メンタルがズタボロになって動かなくなってしまうんです。皆さんの中には、理由もなく突然涙が溢れ出してしまう経験をされたことがある方はいらっしゃらないでしょうか。このような兆候は確実にうつ病のサインです。一度うつ病になってしまうと、そこから回復するのは容易ではありません。すべて自分が悪いんだと思い込んで、逃げてはいけないと自分を責めて、どん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 症状が悪くなっていってしまうんです。このような状況では、とても前向きにリラックスして血流改善エクササイズをやろうなんて気にはなれないでしょう。ですから、こうなる前に事前に対処する必要があるんです。さて、いかがでしょうか。血流の悪化がどれほどメンタルに悪影響を及ぼすのかがお分かりいただけたんじゃないでしょうか。それでは、これら不安やストレスをうまく解消するにはどうしたらいいのか、不安やストレスに押しつぶされてしまいそうな時にやるべき行動とは何か、それについて見ていきます。やるべき行動はただ一つ、それは嫌なことから逃げるということです。人生は逃げるが勝ちです。自分の嫌なことからは逃げていいんです。無理に我慢したり戦ったりしようとせず、嫌なことや苦手なことからは逃げる癖をつけていきましょう。そうすることで、毎日楽しく幸せに生きることができるようになります。そしてそれは決して卑怯なことではありません。嫌なことから逃げるのは、むしろ自分自身を守るための勇敢な行動だと言えるでしょう。嫌なことから逃げて、あなたのメンタルをマイナスからゼロまで引き上げることができたら、次はそのゼロからスタートです。人生をプラスにする段階に行くことができるんです。この時に大事なことは、苦手なことを克服するよりも、まずは得意なことを伸ばすことだと著者は言います。人間は皆一人で生きているわけではありません。自分が苦手なことは他の誰かの得意なことだったりするんです。であれば、苦手なことは誰かにお願いして、空いた時間を使って自分の得意なことをした方がいいのではないでしょうか。私たち日本人は子供の頃から、苦手なことから逃げてはいけないと教えられていますよね。このような教育が自分を追い込み、ストレスを溜め込んでしまう原因になっていると著者は言います。ですが、そんなのは不自然です。人には好き嫌いがあって、得意と苦手があるのが自然なことなんです。苦手なことに時間を費やし苦労するよりも、得意なことを伸ばした方がはるかに効率がいいんです。そして何より、自分の好きなことに没頭できれば、人生に夢中になることができます。そんな素晴らしい人生を手に入れるためにも、メンタルが不安定な方は、まずは嫌なことから逃げることから始めてみてはいかがでしょうか。さあ、それではこのあたりで第3章をまとめておきましょう。ポイント1、女性は生理によって貧血になりやすく、貧血ではセロトニンを産生するための鉄分が不足するため不安になりやすい。ポイント2、
献身的な人や我慢強い人は自分自身を後回しにして他人の都合を優先し、いらないストレスを溜め込んでしまう。それが高じるとついに心がズタボロになってうつ病になってしまう恐れがある。ポイント3、メンタルの不調を改善するためには血流を良くすることに加え、とにかく嫌なことから逃げることが大切である。嫌なことに時間を費やすより自分の好きなことや得意なことを伸ばした方がはるかに効率的である。いかがだったでしょうか。著者の一人である石村智美先生はご自身の YouTube チャンネルにおいて実際の血流改善エクササイズの動画を多数掲載されています。第2章でご紹介したエクササイズの他にも血流改善にうってつけのトレーニングが多数紹介されていますので、そちらもぜひぜひご覧になってみてください。また本書にはたくさんの図とともに血流ゼロトレのやり方が詳しくわかりやすく書かれていますので、血流ゼロトレをやってみたいという方はぜひ本書を買って読んでみてくださいね。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。最新動画を見たい方は左をクリック。おすすめ動画が見たい方は右をクリック。チャンネル登録もお待ちしています。